だな。ね、はい、ようこそ追悼ショーにセンターにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、本当ね、今年の、2013年度応援納めということで、ね、追悼ショーにセンターでございます。はい、今日はですね、この初めて室内練習場での、開催ということでですね、今回はね、あの必要な、やらなきゃいけないことなんですね、ここの芝生が、あれですね、室内練習場と球場の芝生の状態が違うと。なんでかっていうと、いつもサマーソニックとかイベントがあるじゃないですかね。そういういろんなイベントごとでこういろいろ芝生がですね寝てる状態なんにもかかわらずここは立ってると。でだから例えばねバント処理とかのボールの転がり方が違うと。リアルだぞこれ。そういうのをねみんなで踏みつけてくれよ。飛んで跳ねてマリンと同じ状態にしていただければと思いますんで、いつもね球場の中では、まあ、モッシュダイブとかはちょっとあれなんか気にしたんですけどもね、今日は多少いいんじゃないかな、多少いいんじゃないかな、助け合って手のないように、楽しんでいただければと思いますね。はい、さあ今年はね皆さんどうしたらどんなシーズンでしたかね、優勝したかったですね。はい、そんな気持ちを、ぶつけていただければと思います。いくぞみんな、ただ結構激しいぞみんな、俺やってこう、マリーズファイティング、マリーズファイティング、マリーズファイティング、さあ飛ばしたのチャンスで俺取れ、いってみよう、どうぞ。We'll be right back.
聞いていただきました。選手応援歌、チーム応援歌メドレー10分ぐらいやってましたけどね、結構、温まりました。熱くなりましたか。はい、チーム応援歌、選手応援歌メドレーね、あとはこのチャンステーマとか、いろんな応援歌ね、今年は高校野球のね、いろんな学校でも使っていただいてね、いろんな声を聞いたんですけど、嬉しいなと。でなんか YouTube でいろいろ聞いてみたらちょっと